40歳以上の婚活者専門、フッサオナコード木村直樹です。今回は20年前の私にアドバイス。1年婚活がうまくいかなければ何かを変えろについて話をします。私は約20年前の35歳から40歳までデータマッチング型の結婚相談所婚活パーティーで婚活をしました。交際になる時はありましたが、デート3回で交際終了。婚活パーティーではカップルになれず、結局結婚相談所の年齢制限40歳に到達したため、結婚相談所を強制退会させられました。今振り返ると5年間も同じ結婚相談所で婚活していることはダメです。結婚相談所を変える、お見合いや交際の仕方を変えるなど対応を変えるべきでした。男性の中には婚活がうまくいかなくても同じ結婚相談所に何年もいる方がいます。そして男性は同じお見合い交際方法を繰り返し、昔と何も変わらず年齢だけが変わり結婚が遠のいてしまう。婚活を始めて1年経っても結婚の見通しが立たない場合は、マッチングアプリから婚活パーティーや結婚相談所と婚活サービスを変える、結婚相談所を変える、お見合い申し込みは写真重視から趣味価値観が合う人に変えるなど、何か行動を変えましょう。婚活しましょう。そして新しい人生を歩み始めましょう。